エミール・バーネット、エミール・ブルナーは、スイスのエンジニア、植物学者である。欧州の部兵に生まれた。ジュネーブで数学などを学んだ後、エコール・サントラルで工学を学び1851年に卒業した。叔父の実業家、ジャン・ドルフスの会社で働いた。1868年に、祖父の遺産を相続したことから、実業界を引退し、植物学の研究に転じた。 1870年に各地を旅し、カーンではフランスの植物学者、チュレア・ボルネと知り合った。マリタイム・アルプスの植物の研究で知られ、ジュネーブ植物園長のジョン・イサーク・クブリケラと共著で、マリタイム・アルプスの花を出版した。21万点以上の標本と2600巻の書籍を収集した。ローザンヌ大学、チューリッヒ大学から名誉博士号を受け、 1914年にレジオンドヌール勲章を受訓した。オモダカかの植物の俗名、ベルナセアなどに懸命されている。バーネットは植物の学名で命名者を示す場合にエミール・ブルナーを示すのに使われる。ありがとうございます。